おはようございます、ブヒケンです。本日は木曜日ですね。ちょっとね、今も作業やってたんですけど、まあまあ後でね、またゆっくりちょっとね、まあご説明はしますよ。なかなか難しいな、今回はいろいろ。まあそんな感じで、ちょっと今日はもう前置きなしにね、作業にもう今やってたんで、そのままちょっとね、行きたいと思います。本当はね、ちょっと今日ね、動画撮るのやめようと思ってたんですよ。面白くない動画なんで、悩んでるだけだからどうしようこうしようっつってまあだもんでね、動画を出す、そんな動画出しても面白くないなと思ったもんで、動画撮るのやめてたんですけど、とりあえず記録に残しとこうかなよし、ちょっとやってきます。まあ見てくださいよ昨日と同じ話ですけどね。はい、まあ下から見たところです。ここから映ってないかもしれない。今ここに入れてあるんですけど、映ってる？これ昨日も言ったように、こうこのぐらいの感じになんないとここが出てこないんだけど、ここの角度が合わなくなっちゃうんで、どうしようかなで終わってるんですけど、なんとかなんないかな。角度違うよな、これじゃブレーキ邪魔だな。対向側から角度を立ち上げると、こうもうちょっと緩やかでもいいんだけど、ここの角度がね、でも位置としてはこの辺りなんだよね。この辺り角度的にほら全然これだと合わないんだ。こっちをね、まっすぐに落とさなきゃなんないので、そしてもうちょっと斜めだからこんな感じになるんだけど、なんとなくギリギリスペースはあるんだけど、まずこいつの角度がもう全然合わなくなるから、どうするか、真ん中でまたぶった切ってあれやるか。そうすんとここの径がな、ないんだよな。だからこの辺でまたぶった切って角度をこっちへ変えてやって、で合わせるかしかないだろうなしかないのよね、これだと。ちょっとスペースが本当にね、紙ギリギリギリッギリで避ける感じになる本当のギリッギリだぞこれ。まあちょっとずつ角度変えながら行くしかないかもな。まあ行ったぞこれは。ちょっとね、オーナー様、これね、上通せないかもしんない。何にもスペースがない。こっちが、こっちはねあるんですけど、さっきも言ったようにこのデフの形状が向こうとこっちは違うので、ちょっと待ってね、これちょっと引っこ抜いてみますね。今引っこ抜きました。結局向こうと同じようにこういう風に通すんだけど、明かりが見えないか、これじゃあ。ちょっと待ってね。これでいいかな、わかるかな。この燃料のパイプをがここになかったとしても、隙間がね、ないんですよ。いや、燃料のパイプ残したそこにギリギリあれかな、入るのか。よいしょ。これ50杯なんですけど、ちょっと片手でやりにくいな。よいしょ。ほらどう見たって入んないよ、こうパイプ、この燃料パイプがなかったとしても多分そこまでの隙間がないんじゃないかな。
ほら入らんもんね。今こっちから入れてるけど、あこれ無理だな、スペース的に無理ですオーナー様燃料パイプをどけたとしてもこの50杯のパイプが入るスペースが多分ない。これがちょっと待って、ここね、ここに入れなきゃなんないんだけど、ないな多分。このフォーリンクのブラケットがついてなきゃね、話は別だけどね。さっきも言ったようにね、いいところを割り出すとこの位置になるんでしょうね、こっち側はね。なんで完璧にスペースがないです。これ上通せません。もし通すとしたらフロアを切るしかないな。ちょっと待って、どの辺なんだ。ここの真上だから、無理やり作るとしたらここだね。ここへ落とす。でもそうすんと、さっきも言ったようにエアバッグとエアホースねえ、どうしようもない。でここはもうブラケットが真上にあるから逃がしてこうやりたいんだけど、デフの形がこうなっちゃってるもんで、そこのスペースがないんだよね。って考えてるだけで5時。どうしようか。どうしましょう。現段階ではまあ不可能だね。数字的に見てね、全てのところが。まあこっち側だけだけど。いやー、参りましたね。どうすっかな。どうしようもないよ。無理だもんね。数字的に無理だもんな。数字的にも無理だし、金額的にも無理だよ。例えば、ホースを両方とも違う方に逃がすとしても、ねえ、多少やはり手間はかかりますよね。こっからもう本当にホースでこう、こっちへ持ってくるしかないもんな。こういう風に熱を、こっからね、取って。いやー、困ったな、これ。どうしようかな。ね、ちょっと待ってくださいね、考えます。デフの上がまたがせられないっていうことは、もうこっちまっすぐに引くしかないなっていう感じだけどね。まっすぐ引くしかないっていうとそうなるよ。ちょうどね、ああいう感じになってくる。で、あそこからここへ出してクイって曲げてこういくって形になるんだけどね。どうすんのよあら、クーちゃんかわいいですね今日も。ん、スフィンクスクーちゃん、どうすっかな。もう一回ちょっとまとめましょう。右側はなんとかなる。でも左側は燃料パイプをどかしたとしても50杯のパイプが通る隙間がないんですよ。まあ走るときはドンって車高が下がるからそれでもいいとは思うんだけどね。3何回も言ってるけど、もしそこをどうしても通したいんだったら燃料パイプとブレーキのパイプもどかさなきゃなんないよね。これから大胆にフロアをバッサリ切ってちょっとかさ上げしといて、その分でなんとか尺を稼ぐ。でもいずれにしても何をするにしてもまあまあな追加予算っていう形になっちゃうんですよ追加予算っていう形になっちゃう。
それだったらこうやってやった方がいいかな。こうじゃなくてここから舌を引く、うん、まあ舌をねこういう風に。大概エアサス入ってるやつってさ、デフ前でマフラーカットされてるよね。でこうやって下向けられるようなのがついてたりとかしてさ、あんまりなんかこうあれなんだよな、こうまたがせてるやつっていないもんね。オーナー様、下通しますか。真下ねえ、どうなんだろう。ちょっと お返事を待とうかな。でもどうしても真下だよね。上通すんだったら本当にまあまあの金額かけていろいろやるしかなくなっちゃうもんな。まあまあの金額、ホースだけどかすんだったら大した金額じゃないけどね。ホースどかしても当たるんで、フロアを切んなきゃなんで、フロアっていうかあの荷台の部分に、荷台じゃねえわね、後ろの部分になるんだけど切んなきゃなんないよね。ちょうどデフここだけさ、くり抜くわけいかないじゃん。みっともないじゃんね。で、やるんだったらもう、ここぐらいから同じぐらいの距離で、あの、天井バッサリ切って、かさ上げする。ただ、その分をかさ上げすると、シートの後ろについてたあの板が、あの、シートが倒れた時に合わなくなるから、見てくらは良くないよね。そういや、オーナーさんもそんなこと言ってたかな。フロア切んなきゃなんないかもしれないです、みたいなこと言ってたっけかな。なんか言ってたような記憶もあるけど、これ、それどころの話じゃなくなりますよ。まあ、今最低地上高だから、これライドハイドにしたとしても、例えば真横を引いた場合は全然距離があるから、どこも熱の干渉も何も受けないよね。その方が良くない？良くない？良くない？その方が。ちょっとオーナー様、この動画見たら、あの、何も書き込みがなかったら、下でいいですっていう返事だと思って、そのまま明日、この下を通したまま、こうやって作っていきます。するしかないよな。